日本東京都葛飾区、宝町宝町は東京都葛飾区の地名。住居表示実施済み。現行行政地名は、宝町1丁目及び、宝町2丁目。郵便番号は124-0005。葛飾区の南西部に位置し、町域内を京成電鉄が通る。町域南辺を東京都道308号線寺小松川、火災を線で隠し、東平を、 火災用水路が流れる。北でお花茶屋1丁目及び東堀切れ1丁目、北東の一部で白鳥1丁目、東で四次5丁目、南で四次4丁目、南西で堀切り始め、3丁目と隣接する。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば宝町1-21-25の地点で25万4千円、平方メートルとなっている。 明治までの宝木塚村の一部が、1932年に、葛飾区本田宝木塚町と改称した。さらに、1961年の住居表示変更で、宝木塚の宝を残して宝町となった。その後、本田篠原町、西篠原町、下千葉町、堀切町の一部を合わせ現在に至っている。おもちゃメーカー宝の発祥の地でもある。宝、 木塚の由来としては、1224年に、親鸞が最高寺を訪れた際、境内の松の木に包囲をかけ、宝木塚と名付けたという説と、同じく、最高寺にあるかさえ宝木神の墓によるという説がある。現在では、葛飾区立田から、木塚小学校にその名を留めている。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。